札幌なまら TV OFR48 と和みの湯でガチンコ3番勝負お願いします。OFR48 ということで、とあるグループがいるんですけども、はい、アイドルグループでございます。なるほど、はい、うん、そのアイドルグループと番組メンバーで3番勝負を今回はやりたいと思います。わかりました、はい、早速メンバーの方に登場していただきましょう、はい、行きましょう。お願いします。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。いやいやいや、3人だろうよ。なんとなくその盛り上がって寒さをごまかしてるようなガッチリ寒いと思うよ。サトミンの S は寒いの S、 本当はサウナの S、 サトミンと申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。サトミンさん、はいはいはい、そしてお次の方お願いします。はい、昭和レトロな温泉銭湯玉川線からやってきました。お風呂とサウナが大好き、タッチッツで整ったカナです。お願いします。はい、よろしくお願いします。フリーペーパー月刊サウナ温泉ブランチ担当しております、あなたに笑顔のビタミン C みかんです。お願いします。楽しげなメンバーグループですよね。そして、うん、あ、はい、お風呂に入るときはまず胸から洗います。デースケです、よろしくお願いします。胸から洗いますOFR48 はお風呂48の略で OFR ですね、はい、うん、そして48は皆さん何だと思います？え、やっぱり僕は知ってます。僕は知ってた、うん、はい、48人いるんじゃないですか皆さんって思うじゃないですか、まあまあ、ベタで言うとね、違う、はい、わかりました、はい、お風呂入った後、うん、手とかやっぱふやけてシワシワになるじゃないですか、うん、シワ48 そんなに遠くない。48歳まで OK っていうアイドルグループでございます。そう、ね、年齢制限なんです、はい、鋭いよね、全然鋭くない。今回は3番勝負ということで、うん、番組メンバー対 OFR48 メンバーでいろんな対決をしていきたいと思いますけども、はい、分かりました。最終的に、総合的なポイントで勝敗を決めたいなと思っております、はい、で、負けた方には罰ゲームがございますが、はい、皆さんやっていただくんですね、罰ゲーム。それはね、もちろんそうですね。今回の罰ゲームあれですよ、外で水風呂に入るっていう。それはしんどいな。大丈夫ですか？それなんか罰ゲームじゃなくて罰なんですよ。罰ゲームゲームなのね、楽しみじゃないから。わかりました、ね、分かりました。了解でございます。で、OFR48 が勝った場合でございますけども、はい、曲出してるんですよ、皆さん。ああ、そうね、それはそうなんですね、はい、アイドルグループですしね、うん、勝った場合はその曲を札幌なまら TV のエンディング曲として、うん、4週連続で流させていただきます。絶対勝ったわけだから、ね、ね、はい、今回企画でお邪魔するのは苫小牧にある日帰り天然温泉和みの湯。源泉 100% が自慢のお風呂はヒノキ風呂、ジャグジー、露天風呂、サウナなど、ゆったりとくつろげる広々とした空間。メニューが豊富なお食事処、リラックスコーナーなど、日頃の疲れが和む癒しの施設が充実しています。さあ、というわけで、はい、売店コーナーにやってまいりましたけども、うん、最初の対決はこちらでございます、はい、ガチンコ牛乳早飲みリレー対決。このサイズの牛乳でございます。あ、ね、これ風呂上がり必ず、ね、飲みたいやつですね。そうですね、いっぱい行きたいやつですよ、うん、1人が飲み終えたら次の人、はいはい、次の人、うんうん、で3人でリレー方式で牛乳を飲み干した、タイムが早い方が勝ちという対決でございます、はいはい、あ、大変申し訳ないんですけど、うん、ここで言うのもなんですけども、うん、私牛乳が大の苦手。そうだよね、牛乳飲んだら必ず腹下すもんね。そうです、マジっすか。だかこの後僕だけ出なくなる可能性があるんですね。いや、まずいです。まずいですか。お前最後がいいんだよ。俺最後か、うん、最後か。最初に俺らで稼ぐから。ああ、そうだ、そうだ、チゲはそのタイムをぐっと縮めるから、はい、それで頑張っていってくれ。じゃあ、
さとみちょっと、はい、用意スタートの合図を言っていただいて、はい、押してもらっていいですか。はい、用意スタート。うわ、めっちゃ早い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 。ボタボタしてる、ちょっとボタボタしてる。いや、こぼれてる、こぼれてる、衣装にこぼれてる。オッケー、はい、はい、ボブさん、ロスったな、今のでお前頼む。いや、ゆっくりして。おっそおっそ、めちゃめちゃ遅いわ。はい、なにこれ、なにこれ、こいつの足の引っ張り具合、なにこれ。あー、久しぶりに飲んだけど、乳くせー。32秒78です。お、いや、めっちゃ早い。早いだぜ。ここまでは早かった。どうしたの。いや、でも、言っても、みかんさんはそんなにごくごくいかんて。なんでみかんさんの。絶対いかんて、上品だもん。あ、そういうことか。うん、だからここで飲むのも嫌だ。一回なんかあのティーカップみたいにティッシュで飲みたいタイプだから。よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですか。かなちゃんなんか泣きそうだけど大丈夫。頑張れかなちゃん。牛乳は嫌い。牛乳は好きです、大丈夫です。好きなんですね。はい、頑張ります。泣いて、ちょっと泣いてない。大丈夫。怖いの、怖いの。怖い。では行きましょう。 OFR48 の挑戦です。よーい、スタート。遅っ、遅っ、遅っ、めちゃめちゃ前ペース。遅っ、かな、かなちゃん、かなちゃん、嘘でしょ。苦手だよね、絶対牛乳。ウエーってなってる、ウエーってなってない。遅っ、ちゃんと手はこうやってる、やってない、やってない。ちゃんと手を置いてる、スタイルは。遅っ、はい、飲んだ、飲んだ、はい、みかちゃん、みかちゃん、みかちゃん、はやっ、はやっ、豪快、豪快、みかんちゃん、はやっ。さとみは？おっしょ！ダメだ。ちょっとイメージと違うな、なんかな。もうちょい頑張って。はい、はい、オッケー。いや、いや、ひろきさん、ひろきさん、はい、別にもうタイムいらないっす。そうですね。1分21秒97。あれじゃない、あれじゃない。あと、母ちゃんごめんなさい、俺よりも遅いのだけやめてもらっていいですか。さあ、この後は、ね、2つ目の対決いきたいと思うんですが、はいはい、もう寒かった、ライブの時間が迫っております。この後30分後にライブがありますので、うん、はい、ちょっとリハーサルに行かないと。あ、なるほど、なるほど、はい、でそのライブ1時半からありますので、うん、それが終わったら、2つ目の対決をやりたいと思います。ライブ挟むんですか。すごいスケジュールですよね。めちゃめちゃタイトだからね。めちゃめちゃ、あ、ごめんなさい、なんか先に牛乳いっぱい飲んでる。お腹チャポンチャポンの状態で歌うという、そして踊るという。ガゼンかなちゃん大丈夫か気になる。俺歌えるのかどうか。ね、一応そのライブ我々も見ますんで。あ、見てね、イベント声も、ね、応援したいと思います。はい、皆さん頑張ってください。はい、では早速なんでね、お集まりいただいてますので、早速、OFR のライブを行ってまいりたいと思います。そんなことない、その気がない。
りあえずすごく楽しそうですね。よかったですね。地下に広がるおしゃれな空間、道産食材を生かした料理、気取らない特別なひとときを、鉄板居酒屋さんさん。函館の夜を楽しく過ごしませんか。誰もがリラックスできる落ち着いた空間、函館を代表するスナックといえばクラブリーベ。最新のニュースです。リサイクルショップライズの出張買取訪問が好評のようです。引っ越しする際の不要品、処分がもったいないものなど、即日対応のスピーディーさがユーザーに受けています。リサイクルのことならライズまで。家康観光開発は地域に密着したサービスをご提供いたします。お客様の求める不動産探しから観光バスの駐車場まで、札幌の不動産のことは家康観光開発。東区役所前から徒歩30秒、北11条東8丁目高岡ビル1階、ビルの中通路を進むと札幌麺屋文太郎。インテリアコーディネート、リノベーション、空間をトータルコーディネートする会社、リビングシングス。さあ、というわけでお次の対決はお食事処サラリさんにやってまいりましたけども、はい、こちらでやる対決はこちらです、激辛カレー当てられたら負けよ対決ということでございます。はい、はい、ルールの方はですね、はい、各チーム2名ずつで、普通のカレーと激辛カレーをそれぞれ食べてもらいます、はい、ね、でどちらが辛いカレーを食べているのかというのを相手チームが当てると。なるほど、なるほど。当てられたら負けというゲームでございます。それでは、はい、お二人、うん、食べてください。どうぞ。いただきます。いただきます。辛い辛いわけがない。あ、どっちかというと甘いから。辛い、ビビりすぎ、ビビりすぎ。今の感じ、今の感じで練習したよね。練習したよ、ね、今の辛そうに見えたから。見えました。いただきます。いただきます。いただきます。辛っ。上手ですね。隠すのが全然わからんわ。辛い、これ。いや、でもよ、辛い、うまいはうまいよ、ベースが。カレーがうまいから。もう食レポしなくていいからで、ちょっとあんま喋りすぎるとお前の場合ちょっと危ないからなんかそこにヒント隠れてそうだからやめて。辛いわ、でもうまいな。いや、はい、じゃあ当てていただきます。はい、この二人どっちが辛いカレーを食べたんでしょうか。どうぞ。せーの、デイスケさん。さあ、どうなんでしょうか。正解は、正解は辛いカレーを食べたのは、うん、僕です。いやめちゃめちゃ辛いってことは、うん、デイスケの演技がうまかったってことだね。そうだね。めちゃくちゃ美味しいすげえ美味しい。さあ、それでは、はい、変わりまして次は OFR の挑戦でございますけども、はいはい、ね、このお二人がみかんちゃんとかなちゃんが食べるそうです、ね、ということでございますけども、はい、なんか作戦とか決まってますか。大丈夫ですか。決まりました。決まりましたか。アイドルなので、はいはいはい、やっぱりこう可愛く美味しく食べるそっち側に行くのポーカーフェイスのパターンですね。そうです、そうです。バレないように、ね、食レポのように美味しく。ふわ、うん、いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。うん、うん、あれ、うん、すごい、2個
まれてる感じ、うん、美味しいですね。野菜とか、うん、私ゴロゴロのよりもなんか、うん、トロッとしてるカレーの方が好きです。あの玉ねぎの甘みとか、うん、めっちゃ美味しい。さあ、当てていきましょうか。もうこれ当てちゃったら、うん、曲流れないんですよ。そうですね。2番で終了ですか？3番勝負。2番で終了。だから尺的にもちょっと番組的にもピンチだっていう。ね、OFR やってくれたなっていう。両方に良くないんですよ。OFR、ね、曲流せない、はいはい、俺ら滑ってる。やばいじゃん。行きましょうか、はい。辛いカレーを食べたのは誰でしょうか？せーの、さとみん。ん？ちょ。バレたじゃん。サトミン。そうですね。サトミンでお願いします。ということで、ナマラチーム、うん、不正解です。だってそうするしかないでしょ。ポイント的には、うん、僕ら間違えたんで入らないので次の対決はできますけども、うん、ちょっと当てときましょうか。本当にいいですか、うん、どっちだったか。いくよ。はいはい、うん、せーの、みかんちゃん。あ、やっぱり、うん、みかんちゃんどうですか。激辛でした。あ、脱ぎたい。めっちゃ辛いです。辛いでしょ。なになに、どういうこと。ちょっと、ミスですね。辛い、うん、めちゃくちゃ美味しい。おい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 、甘口、フルーティーな甘口ですよ。おい、フルーティーでした。出た。やめなさい。コメントを盗もうとするのやめなさい。おい、ここにもいた天然温泉。小さな一歩は大きな力。さあ、仲間たちと一緒に踏み出そう。未来は君たちが主役だ。柔道サッカークラブ、生徒募集中。源泉 100% の天然温泉、くつろぎの空間で心も体もリフレッシュ、気持ちが休まる和みの時間。苫小牧日帰り天然温泉、和みの湯。ハイクラスな大人の空間、リーズナブルな料金設定、南四条西三丁目第三グリーンビル4階メンバーズダン。冷凍では味わえない本物の生ラムを炭火で、ビール、ハイボール、焼酎や日本酒も豊富、各種宴会プランも生ラム本舗デリシャス。さっさとやっちまいな。へい。ん？株式会社ワプラスとは。最終対決はぐるぐるバットお絵かき対決。お願いします。3番勝負、最後の対決はぐるぐるバットお絵かき対決。今回の対決は各チームの代表1名、バットを頭につけて10回転した後、フラフラの状態のまま30秒以内にお題の絵をうまく描けた方の勝利。ちなみに3番勝負のこれまでの成績は1-0ということで、最終対決はバラエティ番組お約束の勝った方に2ポイント。それではまず OFR48 リーダーさとみんの挑戦です。書いてもらうお題のものでございますけども、元木さんから発表してください。動物です。うん、オランウータン。うわー、あー、うわうわー、それだけはみたいな。さあ、それではいきましょう。サトミンのチャレンジでございます。ぐるぐるバット10回、はい、お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、はい、OK。 ラスト
はい。それオランウータンじゃない。ないですねこれ。それ言ってた猿ですね。あなた何を想像してたの？大丈夫って言ったよね。うん、かわいい。可愛いですね。えこれじゃない？オランウータン。これちょっとどうかな。番組チーム誰いますか？ここはもうだって最後だから。うん、ねぐるぐるマットといえば。ヒロキシ。いや、お前ら、負ける気満々だろ。ヒロキシ。ぐるぐるマットもそうだけど、うん、サラの期間敏感だし、うん、プラス絵も下手だからね、俺。絵がもう、なんのこっちゃ。だって、キリン描いたら、ここのここが目だから。なんか、右みたいな。ヒロキさんに描いていただくのは、はい、イノシシ。ああ。イノシシ。さあ行きましょう。ヒロキさんのぐるぐるバット、用意スタート。はい、きつい、2回。あきつい、もうやばい、もうやばい。はい、2回。もうやばい、やばい、これやばいって。はい、3回。これ、あれね、俺飛んでったら止めてね。4回。マジでマジでやばいから。マジっすか。はい、9、ラスト。遅いのこれで。はい、遅いよ。はい、10、OK、行って。さあ、それでは、はい、この判定はカメラマンに決めていただきます。カメラマンが決めんのか。はい、そうです。カメラマンが決めんのか。はい、マジで。いいと思う絵の方にズームしてください。それでは判定お願いします。さあ来た、さあ来た。分からんよ、まさかの。おーっと来た。ということでリーダーのさとみん勝利。そりゃそうか、そりゃそうだ。何これ。まあオランウータンではないけど。モンキーだよ。寿司、それは光る職人の技。すすきので北海道の旬を味わう。南五条西三丁目 N グランデビル1階寿司処辰俊。小さな感動、小さな変化を感じてみませんか。高い技術と高いコスパ、ドキドキワクワクをお客様と一緒に。地下鉄学園前駅から徒歩3分、リトルウィング。 La gente dice che il vino bianco si sposa bene con il sushi, ma penso che il vino rosso vada bene. Mai mai. Questa estate è decisa da gioia. 地下鉄隅川駅、キューブ隅川店、キューブアネックス、 JR 琴仁駅、キューブ琴仁店。キューブはお客様でできている。パチンコ&スロットキューブ。 Are you satisfied? 味に満足、ボリューム満足。こだわりのラーメンが1杯450円から。満足ヌードルラーメンハウス。 Are you satisfied?結果発表。というわけでございまして、はい、最後の対決で、うん、OFR が2ポイント獲得したということで、うん、結果2対1で OFR48 の勝ちでございます。いやでもなんかお三方よくそんな喜びますね。まあ、相手のカレーなんかもめちゃめちゃ忖度ですよね。まあ、とりあえず結果的には勝利ということなんで、はい、番組エンディング曲に OFR の曲が4週連続で流れます。はい、ぜひエンディング注目してください。よろしくお願いします。ね、というわけでございまして、うん、さあ OFR の勝利で終わりましたが、はい、負けたチーム、うん、罰ゲームでございます。そうですね。ね、
僕らが受けると、はい、いうことでございますけども、その罰ゲームはこちら、顔面バサミフューチャリングゴムパッチという罰ゲームよくわかんないですよ。あとはまぶたとかは、いやもうね、ごめんなさい、この時点でまあまあ痛いんですよ早くしてくれないかね、はい、そうです、痛さやーわー、すげー、あー痛いあー痛い、これあー痛いね、痛いね、うん、痛いね、うん、あー、いや、なんか、かなちゃんさ、相方の方が優しくない？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。